내가 이 곡을 들었을 때 어떤 감정을 느꼈고 이 어떤 감정을 아미분들이나 듣는 사람 입장에서도 이 감정을 느낄 수 있을까를 굉장히 많이 연구하고 노력을 했었던 것 같아요. テテさんの歌声は低いキーから高いキーまですっごい安定して。ありがとうございます。 감동もらいました。 いやいや、 こちらこそです。 そんなテテが初めてソロ活動をしてみて感じたことは、ソロをしながら感じたのは、3分曲を僕一人で歌うが難しいです。なぜならチーム時はちょっとだけパッとして後ろに、これがいいな、プレッシャーがないですか。